次は出たりして噴水内に入ることのできる噴水パラダイステニスコートがあります。次はふるさとパレスです。白玉のように
なっちゃう。そこまで行って止まってしまう1時間
カップにまた人参に出会いながら戻るんです。こちらは子供未来館です。通りのお客様は手を挙げてお知らせください。Thank you.